エリック・アーロン・ビショフはアメリカ合衆国のプロレスプロモーター、プロデューサー。2005年12月まで WWE のテレビ番組、ローにおいてゼネラルマネージャーを務めていた。何か企んでそうな笑顔が特徴である。空手、憲法の有断者ということになっているが、本人によれば完全なギミックでもなく若い頃、実際に道場で鍛えたそうである。プロレスラーではないが、 ストーリーに応じて、時折リングで試合を行うこともあった。現在は、ワイオミング州コーディに住み、プロレスとは無縁な醸造会社を始めている。息子のギャレット・ビショフは、プロレスラー。いくつかの職を経て、アワに営業職として、就職、1989年に、急遽インタビュアーを代理で始めたのが、テレビに出た、最初の仕事である。その後正式にインタビュアーを務めるようになったが、 1991年にアワが活動を終了。w w e への入団を希望したが採用されず、WCW へリングアナウンサーとして再就職。この経緯が後の彼の大きなモチベーションとなる。WCW でもリングアナウンサーからプロモーター、ブッカーへと仕事を移していき、 もともと優秀なビジネスマンだったこともあり1993年には WCW の副社長まで登り詰めた。ビショフが現場の責任者となってストーリー構成の中心者になってからは1995年に WWF のローの裏番組としてマンデーナイトローを開始し WWF に対して視聴率戦争を仕掛ける。WCW の潤沢した資金をもとに WWF イカップリングウィズから目祷をつけた数多くのレスラーを大金で引き抜くようになる。スーパースターの引き抜き、自らも加入したヌオーの空前の大ブレイクなどで、WWF に対し WCW は優位に立ち、一時は WWF を倒産寸前まで追い詰める。だが、ベテラン中心のストーリーでは勝手に出番が与えられず、また、 ビショフと仲が良かったヌオメンバーや、ケビン・ラッシュ、ビル・ゴールド・バーグラーのレスラーが発言力を増幅させて自己主張を通すようになり、団体内の統制が混沌としたものとなる。それにこうするようにストーリーもヌオ一辺倒なものばかりが目立ち、ファンからはマンネリ化を指摘されていた。この WCW の現状を見て、WWF への移籍を決意した選手は多く、徐々に メジャー団体としての求心力を失ってしまう。その間 WWF は、ストーンコールドスティーブ・オースチンとビンス・マクマホンの構想ストーリーなどで巻き返し、WCW 側が窮地に立つ。ビショフは1999年に WCW を解雇されたが、半年後に復帰。しかし2001年、WCW が崩壊する。WCW 崩壊後は、 TV 番組のプロデューサーを務めたり、また、インディー団体に関わるなどした。2002年に、電撃的にローの GM として WWE と、契約、ファン、関係者を驚愕させた。過去の WCW と WWE との TV、番組構想、さらにレスラーを引き抜いては、十分に使わないで解雇するといった印象が強かったこともあり、GM 就任以来一貫して、 強力なヒールを演じた。印象や憶測ではなく、過去を知る一部イカップリングウィズファンからは嫌われており、2005年に開催された PPV イカップリングウィズワンナイトスタンドに、ハイカップリングウィズ義勇軍を率いて登場した際も、観客から多くのブーイングを浴びた。ヒールらしく独裁的な GM 活動を行い、チーフモーリーやジョン・モリソンなどを補佐役につけて、 高圧的な態度を取り、2002年9月2日に世界ヘビー級王座をトリプル H に授与する形で創設したり、同年10月20日の統一戦でインターコンチネンタル王座を消滅させたりしていた。また、WWE で最も過酷なデスマッチ形式、エリミネーションチェンバーマッチを考案したのも彼である。2004年2月に来日し、2005年2月4日に、 開催された埼玉大会ロード2レシルマニア21ジャパンツアーにも参加し同大会の開会宣言を務めた2005年10月から始まったロードスマックダウンとの構想にてスマックダウン側にも登場サバイバーシリーズでの敗戦後巻き返しをビンスに誓うも同年12月に GM を解任された2006年秋自伝コントロバーシークリエイツキャッシュを 出版、辞書のプロモーションも兼ねて、WWE のテレビ画面に復帰した。2007年、WWE との契約満了により退団。2009年に、ティエネと契約した。2019年6月、WWE に復帰、スマックダウンエグゼクティブディレクターに就任する。2021年3月18日、WWE 電動への電動入りが発表される。 ありがとうございます。